ヨセンさん、お風呂はどうでした？なんかさっきね、ちょっと別の人のライブ放送で世間は冷たいってコメントを見たんですよ。世間は冷たい、うん、確かにその人が選んだ世間は冷たかったんでしょうね。うん、だから自分がどの世間を選ぶかなんですよ。あのニュースでは暗い話題が多いねっていう人がいるとして、じゃあそのニュースを選んでみたのは誰なんですかとか、ツイッターのなんかねツイートしてる人はなんかその民度が低いよねって言うけど、じゃああなたがフォローした人のその脳みそですよねってことで、賢い人ばっかりフォローしてると賢いツイートしか上がってこないんで、いやツイッターの人頭いいよねってみたいな意見になるんですよ。だつまりは誰を見て物を言ってるんだってことにもなりますし、もし世間が冷たいと思うんだったら、いや自分であったかい人になればいいんじゃないかなとかね。世間は冷たいっていうその人の心が発信が冷たいとまさになっちゃうんで、結局何を見て何を感じているのかっていうことを自分で決めているんでしょうね。で、暇が苦痛って考え方もわからないでもないけども、でも暇が苦痛っていうのは別に暇じゃなくすればいいのかなと、私の場合は今ね、あの CD とか DVD たくさん未だに5年目になってもまだまだ借りて見てるんですけども、まだ面白い作品世の中に出てますね。いろんなドラマの中の疑似体験をさせてもらったり、そこでなんか表現されてるねグッズを買ってみたりとかで主人公になりきってみたりとかね、まあいろんな世界が見れて、そして一つ一つにその作品を作ってるクリエイターさんとか監督とかタレントとかがいて面白いなと思うんですよね。こうやって世間の誰に合わなくても世間を楽しむことができるし、こんなね二束三文のお金しか払わないね、1000円とか2000円で DVD 買ってきてブルーレイ買ってきて、それでねじっくり一日楽しめるわけですよ。場合によってはその見たってことに対してなんかね感想動画ちょっと撮ってみたいなってなったり、喋ってみると共感する人がいてくれたりとか、いいなと思うんですよ。で今私ね、あのカンフーの映画ばっかり見てるからか分かんないですけども、インターネットでログが残るじゃないですか。 YouTube 上げると格闘技のやつばっかり出てくるようになっちゃいましたよ。一時期はねビジネスとかねプロダクトローンチとかね、それこそ小野里さんの動画とか出てきたんですけども、今はねあの格闘技系のばっかりしか出ないですね。こういうふうに自分が見る世間を変えると、インターネットですらあなたの見ている世間はこれでしょって感じで突き出してくれるんですよね面白い世界だなと思います。あ、ちなみに昨日大和くんちょっとね熱出しちゃってね、ちょっと今日明日外出なしかなと思います。明日はねあのクリスマスイベントで島次郎の、岡山市民会館行くと思ったんですけどもね、残念。じゃあ